骨ラーメン。うん。明日が。県の。これ豚骨だ。うん。これは美味しい。希望県の日で餃子100円。日で特殊な餃子です。ネギがやばい、これすごいね。ネギといただきます。すごいね。というわけで今日は希望県にちょっと行こうかなと思うんですけど、醤油ラーメン、希望県流合わせ味噌、ごま味噌ラーメン、豚骨ラーメン、塩ラーメン、こちらにね、希望県の日で餃子100円ちょっと頼みました。タイミングだ。はい、ここでお知らせです。スピチューブインスタグラム始めました。ぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。明日から希望県のこれ豚骨だ。豚骨だな。やば、美味しそう。特殊な餃子です。やばこれ。ネギがやばいこれ。すごいね。ネギと。
スープが美味しいね。うん。出てうまいですよ。パリパリ感が、うん、うん、でも、うん、でも優しいから。わかりますこの、この感じ。ごちそうさまでした。よいっす。子供が無料移転したんだ。移転記念移転ツアー。はい、というわけで今日は希望県に来ました。以前倉敷の方にね、以前あったんですけど、もうそこもね閉店しちゃって唯一ある場所ですよね。そこからもここだけめちゃめちゃ美味しかったですよ。うまいね。あの懐かしいなと思いながら、まあ、途中ねニンニクを入れて食べたんですけど、またこれも味変というか、ニンニク海苔、無料でね入れることができるということで、今回は希望県さんにお邪魔させてもらいました。ありがとうございました。また行こうかな。はい、また。あ、あとなんか、希望券の日かな。ああ、そう、11が餃子で、22がチャーハン200。あれですね、唐揚げだったかな。ええ、多分唐揚げだった。まあ、詳しくはまた、ちょっとここに、当てて。ごめんなさい、ちょっと、ぐでぐででも、ね。はい、それではまた、ありがとうございました。またね。ヤバンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もお願いします。